皆さんどうも、たかしむです。今回はですね、宮城県の県庁所在地、仙台市の北部にあります、人口20万8000人ほどの泉区の市街地を散策した時の様子、動画にアップしてまいります。映像の方、撮影日、仙台市中心市街地の定禅寺通り付近で宿を取っていたんですが、そこから仙台市地下鉄江東台公園駅から南北線を利用して泉中央駅という南北線の始発終着駅までやってきたところになります。この駅から泉区の市街地見ていきたいと思います。駅の建物かなり立派ですよね。駅の横ですが、このように歩行者専用の広場が伸びておりまして、その周りにもいくつも大型商業施設が並ぶ整った綺麗な景観が駅前に広がっております。まあ、この広場が駅前のペデストリアンデッキ的な感じで、下の階もあるんですかね。空間がありまして、広場が広がっているところありました。ステージみたいなところね。で、今まで映したのが駅の東側で、今ちらっと映しているのが駅の西側。普通に道路とね、ビル群みたいなものがちらっとありました。泉中央駅にくっついている商業施設がヒューモススウィングというそうで、あと向かいにあったのがセルバですとかセルバテラスという建物になっていたようです。で、これからね、駅の東側の通りを見ていくんですが、まあ見た感じ駅前の電気がね、やはり2階部分になっていたようで、下の方に降りてきて、これからですね、泉中央エリアを東に向かって進んでいきたいと思います。こちらが県道35号線、泉ヶ岳通りという名前になっているようで、道沿い、マンションですとか、あと大手商業施設、ケンタッキーですとかね、スポーツゼビオがこの辺り見えておりますが、まあ建物とかの密度もそんなに高くなく、開放的で広々とした市街地という雰囲気が感じられますよね。で、泉中央地域というのがですね、まあ仙台市の中の立ち位置として、仙台の北の副都心として発展をしてきたエリアであります。文化、スポーツ施設ですとか商業施設がしっかり整備をされていまして、商業、業務の中心地となっています。で、こちらの通りの名前が泉ヶ岳通りということで、まあ広大な自然環境を有するエリアでもあるんですね。登山、ハイキング、スキーなんかが楽しめる場所もあるそうで、結構泉区というのは広くて、町から山側までね、含まれているようですけれども。まあ今回は市街地部分を歩いているということですね。大手コーヒーチェーン店ですとか書店、あと丸源ラーメンやカメラの北村なんかがこの辺り並んでおります。ひたすらね、泉中央駅の方から県道35号線を東に進んでいってるところ、大人向けのホテルが道沿いにあったり、奥の方に家電量販店の看板もちらっと見えていたりします。この泉中央駅から北側にも住宅地を中心としてかなり広く市街地が伸びておりまして、その先にはまた別の自治体、富谷市というところもあるようでして、そちらも商業エリアが固まっているところなんかあるようです。まあ、そのあたりとなっていきますと、鉄道はないようなんですが、高速道路というかね、自動車専用道路というか、そういう幹線道路がしっかり通っているようでして、おそらく自動車を所有している方には相当便利な地域になってくるのではないかなと思います。まあ、この辺りもですね、私歩くのが好きなので、泉中央駅から東にだいぶ外れておりますけれども、まあ、普通の方は車で移動される方がね、この辺メインにもちろんなってくるかと思います。で、そんな泉区をね、東に進んできたところですけれども、この辺りで大型複合商業施設が出現をしてきます。今、もう看板にありますけれども、ヨークタウン、市名坂、というところになるようです。向かい側にはですね、山田の家電量販店だったり、パチンコ店、あとラーメン店などが見えております。さらにメガネ市場なんかもありますね。そして単独でユニクロの店舗まで向かいにあるという風になっておりまして、この辺りたくさんの車が通っているのがわかりますね。
アクロスプラザ一名坂という表記もありまして、ヨークベニマルのスーパーですとか大きいサイズの服屋、ナムコのゲームセンター、あと雑貨店や革地薬品、携帯ショップ、ハニーズ、マックハウスなどの服屋さん、カーブスなどが並ぶ複合施設となっておりました。向かいには松本清のドラッグストアですとかお寿司屋さんなんかも立ち並ぶというところになっておりまして、まあ、今映ったあたりの北側にですね、かなり広く住宅団地が広がっているのと、あと大学が複数キャンパスあるんですよね。そうした関係で商業施設がこのあたり密集していて充実をしているというふうになっているのだと思われます。で、映像の方は県道の方戻ってきまして、途中山屋があったり、ジャパンミートの食料品店、あと京葉デーツ松屋、シャトレゼなどが県道沿いにありました。その東側となると、今までのたくさんお店が密集していた景観が嘘かのように農地だったりが広がる開放的な景観へと変わります。今まで歩いてきたところの南側に東西に七北川という川が通っていたんですが、その川の南側にも今すでに映っているように商業施設が多数並ぶ通りが東西に伸びておりますから、今度はそこを西向きに進んでいきたいと思います。それで地下鉄の駅付近まで戻るという流れですね。で、この辺になるんですが、セカンドストリート、ゲオ、マクドナルドなんかがありまして、その横にね、ニトリですとかアベール島村などがくっついている、複合施設ありまして、ビーボ松森というそうなんですが、その商業施設の前の先映っていた幹線道路が国道4号線になるようです。その南側にもですね、アクロス松森というんですかね、スキヤ後楽園、ブックオフ、あとスポーツ店なんかが並んでいるところありました。そのちょっと裏のねところに万代のリサイクルショップがありまして、私そういうところ行くのが好きなのでね、この中でガチャなどをして楽しみました。そして国道をさらに西に進んでいきます。ココスですとか吉野家、エニオスのガソリンスタンドにはドトールのコーヒー店もくっついておりましたね。さらに東京インテリア、パソコン工房という風に前後に商業施設の建物が並んでいるなどしますけれども、まあその先となってくると自動車販売店ですとかバイク店などが目立つ景観かなという風になっていきます。で、そんな中に面白いお店がありました。具体名を述べるのは控えておこうかと思うんですが、大人の男性向けのおもちゃが売っているお店ですかね。あと試写室なんかもありまして、成人男性向けのね、お楽しみのお店があるのがとても面白かったです。で、自転車店の朝日ですとか、あとはホームセンター、スーパーマーケットなんかが並んでいる大きめの交差点あったんですが、そこから南に県道37号に入ってきました。南側奥の方ね、住宅団地が高台にあるようでして、そこまで続くかなり長い階段というのが目立ちましたね。で、県道の方はですね、そのままクイッと西側に折れるようなルートをたどっておりますから、それに従うように市街地をさらに西に進んでいっております。道沿い、後楽園、持ち吉、ザ・ビッグなどが並んでおりまして、その先多数のマンションが出現をしてきまして、あとドラッグストアですとかダイソーの100円ショップが単独で見られるようになってきました。その先も焼肉キング、あとカーパーツのお店なんかが並ぶような街並みとなっております。過去に私のチャンネルではですね、仙台の中心市街地から南側の長町というエリア、こちらもたくさんお店なんかが並ぶようなところですけれども、散策投稿をしまして、まあそのあたりもね、商業エリアがなかなか大規模で、さすが政令指定都市、東北最大都市の仙台の市街地だなと思って見て回っていたんですが、今回のね泉区の中心エリアに関してはより落ち着きが強い街並みというか、穏やかかつ便利に生活が送れそうな地域なんじゃないかなというふうに思いました。
その長町エリアとね、今回の泉区のところが地下鉄の南北線で1本でつながっているという、位置関係、交通事情となっておりまして、地下鉄の便利さというかね、仙台ってうまくいろんなところが地下鉄でつながっているんだなというのをね、しみじみと今回感じましたけれども、で、県道37号線の方もだいぶ西に進んできまして、地下鉄南北線の線路、駅よりも西側に移動をしてきました。この辺も道沿い、松屋、西松屋、ビッグハウス、こちらスーパーですけれども、あと丸亀製麺だったり書店なんか並んでいて、グリーンズショッピングモールというね、複合施設だったようですが、さっきの向かいのところ、こちら側にも大型のお店がいくつも固まっているところあって、奥にもね、自動車店がいくつか見られたりで、ヨークベニマルのスーパーとゴルフファイブスポーツデポなんかが、あと DCM とかくっついている複合商業エリアがありました。で、そうした県道沿いを一通り見た後に、地下鉄南北線の駅までやってきて、今回の散策を終えるということにしました。泉中央駅から一個南側の八乙女駅というところです。今回の泉区初散策で、より仙台のことが深く知れたなと思いました。ご視聴ありがとうございました。